はい、皆さんこんばんは。はじめまして、今回この RTA in Japan に参加させていただくことになりました、ツナマグロと申します。まあ、普段 YouTube でライブ放送とかをしてるんですけど、今回初めてのちょっと Twitch の放送なんでめっちゃ緊張してます。どうぞよろしくお願いします。さあ、じゃあやっていきますね。さっきの、まあ、獅子島さん、本当お疲れ様です。病気の中 RTA はめっちゃきつかったと思います。でもちょっとおかげさまで緊張若干ほぐれたんで、まあリラックスして今回走っていきたいと思います。まあ、目標タイム1時間15分と設定していただいてますけど、まあ遅くても55分以内にはクリアできるように頑張っていきます。では始めます。ニューゲームでレオンのアシストでいきます。スタート、レッツゴー。いやー緊張するな。はい、頑張ります。いやいや、さっきの放送緊張しますよ。ちょっとゆる、ほぐれはしましたけどね。はい、レッツゴー。主催者の配慮、いや優しいですね、本当に。いやもうしっかりちょっと休んでほしいですね。主催者といえど残りの放送は見ずにもう寝ていただきたい。よし、まあ、僕もミスをしないようにちょっと頑張ります。え、フラグを立てた、大丈夫や。今回はもうノーミスでクリアしてみせるから。でこの、まあ、レオン編の無限武器ありでの RTA なんですけど、過去に一応 PS4 のみで世界一を取ったことがあるんで、まあ、今回その自己ベストを更新できるように頑張っていきたいと思います。まあ、PS4 のです、コンソール版じゃなくてもう PS4 だけにはなるんですけど。あの人に休み与えてもろくなことし、そうな、なんか皆さんの扱いひどくない。で今日はちょっと梅田さんに誘っていただきましたしね、なんとかいいところを見せたい。この日のために練習しましたよ。バイオハザードほとんどやってなかったんですけど、この大会に向けて一応3日間ほどバイオはやりましたね。3日だけかいって思われるかもですけど、危な。よし、ここまでは大丈夫。せっかくお誘いしたのにうちの師匠、いやいやいや全然いいですよ、むしろ楽しませてもらいました本当に。またちょっと休みの日にこの RTA のアーカイブっていうんですかね、動画また全部見させていただこうと思います。よいしょ、山ごもり、そうやで、もうめっちゃ練習しましたよ本当に。開ける。でここちょっと待ちますね。 OK かな。はい、来られた方こんばんは、よろしくお願いします。いやナッパのボタンあるんですかね。僕スイッチ登録したばっかやから多分何もできないですよ。アカウントこのために作っただけですからね。逆走変わってて草は笑う。よし、オッケー。でロケランを取りに行きましょう。 This is not how I imagine my first day. 200人、いや緊張すんなマジで。筋肉の話していこう。いいんですかこの RTA の、ね、あの RTA in Japan さんの枠で筋肉の話なんかしてもて。なんか関係ないやんけって絶対思われるで。まあ、ミスったらまたじゃあ後日筋トレ放送しましょう。今日はマジでミスらんように行くから。よし。は
い、でここはいつも打ってましたけどスルーしていきます。いやー、手汗やばいですね。なんかもう YouTube と放送するときとやっぱ全然ちゃいますね。あの人様の枠をお借りして放送するってほんまに緊張する。さあ、ここ問題のところです。あのマービンの通信カット苦手なんですよ。未だに 100% で成功してないんで、ここがまず不安要素1ですね。さあ、タイミングを合わせて1、2、3。 OK、 危なかった。あ、ちょっと待って、ロケットランチャー今のずれたかも。あ、当たってる？オッケーオッケーオッケー。おばちゃんもやれてんな。よし。で、メダル回収します。オッケー。あと2枚。こっからの不安要素はどこやろ。ここさえ行けたらまあなんとかなりそうやな。いい感じ、ナイスです、ありがとうございます。メダルを取る場所間違えたかも。よし、でチェーン勝った。ここにゾンビがいないことを願う。頼むで。おらんとってよ。あ、くそ。あ、ここ乱数なんですよ。よし、じゃあ次バルブとフューズ。バルブとフューズ。効かない、ちょっと。うわ、危な。はい、オッケー。よし、でまたチェーンカッターやな。ちょっとアイテムよく忘れたりするんで、この後キーアイテム拾うでとかそういう場面があったらちょっとコメントを先にしていただけるとすごい助かります。ちょっと最近認知症がひどいんで。ういっ、オッケー。でここも怖いな。撃っとこうか。あ、ミスった。頼む。よしよし、おっちゃん倒れてんな。で、電子部品。おっちゃんコントってや。オッケー。次、バルブ使って、D4 を完成させると。参加型 RTA です。皆さんコメントで協力よろしくお願いします。よし、お、ナッパ送るぞ、ありがとうございます。でここのリッカーちょっと安定せんかったんで倒しちゃいます。待ってよ、アイテム管理ちょっとミスってる。すげえ、あとメダル2枚。いつものメンバー。いや、なんか申し訳ないな、そのコメント欄乗っ取ったみたいな。サッカーなサソリ。 OK、 はい、爆破しに行く。獅子島さんの時とは違う、あったかいコメント。いや、でも獅子島さんすごいですよ、ほんと。風邪をひいてるのに。しかも、昨日も走られてましたもんね。2作品も TA するっていう時点ですごいと思います、ほんとに。いや、こんな楽しいイベントをね、主催していただいたことにほんと感謝です。また第3回ある時、呼ばれるように、いろいろな記録を残していきたいですね。ちょっとエア汗下手で申し訳ない。OK。よし。
で、まあ、ちょっと宣伝にはなるんですけど、僕 YouTube で、まあ、ライブ活動とか、ライブ放送をして、まあ、活動してますんで、よかったら、チャンネル登録しに来てください。はい、この場を借りてちょっと宣伝しちゃいます。もうすぐで6万人なんで。Twitch はおもろい配信多いから見てね。お、そうなんですね。ちょっと見てみよう。もう YouTube ばっか見てたからなぁ。OK。まあ、今のところロケランでちょっとひるんじゃったのと、ところどころ詰まってるのと、このアイテム管理ぐらいか。まだなんとか巻き返せると信じたい。よし。これを機にこっちでも配信ありですね。確かに。両方で。同時配信とかできたらいいんですけど。よし。さあ、ボス戦です。で、まあ僕の放送、そう、不眠症の人に人気がありまして、DM でよく、メッセージくれるんですよ。私、不眠症に悩まされてましたけど、ツナさんの放送を見てから毎日安眠です。ありがとうございます、みたいな。っていう安眠作用があるようなので、夜が眠れない方、どうぞ、気にしてください。これ、遠回しに話思んねえってことじゃないって思うんですよね。まあ、そんなことは置いといて。よし。いい調子。Amazon プライム入ってるから、スイッチプライムも、これ無料ですね。スイッチプライムってどういう特典があるんやろ。よし。ここからは、何やったっけ、駐車場か。F1 と同じです。多分ね、この放送終わった頃にもまた寝落ちしてる人が何人か増えてるかもしれへん。OK。こっから何やったかな。どうすると漏れなく筋肉。そうそう。僕は趣味で筋力トレーニングをすごいしてまして。まあ、それこそボディ系の大会を目指すレベルでトレーニングしてるんですよ。なので、まあ、ゲーム実況者として、まあ、ゲームの放送をするんですけど、ゲームの話よりも、なんか、もうゲームの話2割、筋肉の話8割っていう感じの分配なんですよ。なので、まあ、健康に興味がある方とか来てもらえると、まあ、ちょっとは勉強になっていいんじゃないかなと思うんで、よかったら来てください。まあ、定期的にダイエット講座とかも開かれてるんで、まあ、意図的に開いてるわけじゃないんですけどね。テストステロン高くなるよ。僕の放送見とったら。ぜひ来てください。はい、ここワンコンとこか。チュールタイム。よろしくお願いします。フィジーク、そうです。フィジーク目指してるんですよ。フィジーカーを。えい。ここのワンちゃんちょっと慣れないんで倒しておきます。筋肉アピした俺がは、何恥ずかしくない。マジっすか？ジッカちゃんさんもやってるんですか？筋トレ。まさかこんなところに仲間がおるとは。やっぱ RTA する人って筋トレするんかな？シュールでコメント欄埋め尽くされる。もう初見の方何のことかさっぱりよな。まあ、ここゾンビ犬の攻撃の仕方とかが乱数なんですけど、まあ、その乱数を回避するために、ワンチュールっていうおやつご存知です。まあ、猫のおやつ、チャオチュールっていうのの犬版なんですけど、まあ、そこから取って、チュールチュールとコメント欄で皆さんに流してもらうようにしてるんですよ。そうすると、犬の攻撃が、まあ、不思議なことにあんまり当たらないというね、まあ、うちの放送でのちょっとした迷信です。頼むで、ワンコよ。え、天守みたい。マジですか？すげえ、ちょっと筋トレの話してみたい。あ、これいいんじゃないかな。
お、いいよいいよいいよ、頼む、来んな、オッケー、イエーイ、バンコ大丈夫、あとは帰りがどうなるか、行きはよし。あ、ここまでちょっと細かなミスはありますけど、比較的順調ではないでしょうか。よし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 。あ、ミスった。と、順調とか言ったらミスっちゃうな。OK! ここから落ち着いていこう。部品集めですね。ラッパです。ありがとうございます。これ、スイッチちゃうわ。スイッチで言う、スーパーチャットってこれなんて言うんでしょうね。また違うんか。ナイスフラグ。フラグは回収していく。よし、じゃあ次歯車を取って鍵の回収や。もう線とかいうやつがそうなんかな。ありがとうございます。マジツイッチ初心者なんでちょっと申し訳ない。これはビッツと言います。なるほど。スーパーチャットじゃなくてビッツって言うんですね。今回のフラグは回収しないでください。回収せんように頑張る。 OK、 ここ昼間用に。よし、で鍵鍵鍵、クランク捨てんの忘れとったわ。ナイスビーツ、略してナッツ。ナッツ、何でも食べ物になるな。今日はね、トーマスいないですよ。PS4 なんで。ナッツは上手よ。500ビッツで840。あ、そうなんですね。500ビッツ500円とかじゃないんや。ちょっと高いんですね。Better get moving. 離れておくか。ランナーが変わるたびにカメラの雰囲気が確かにいいですね。確かに走者によって雰囲気変わるとなんか別のやつ見てるみたいな感じになって。鍵を使う。あとここのリッカー打ち忘れないようにやな。うわ、最悪、本体に当たってもた。一番口が悪いですから。いや、でも見てて楽しいですよ、ほんと。楽しかったです。OK。入らんと来んなよ。ここ来るときがあるからな。お、大丈夫。よし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 。で、図書室のゾンビはしっかり倒せてるんで、工具使ってさっさと行きましょう。えい。追いつかれるかな？微妙やな。でも梅田さんほんま上手いですよね。安定の1時間待ちってどういうことですか？早すぎません？来てもうたし。そこでちょっとおねんねしてな。よし、今のところランス2箇所微妙なとこがありましたね。チェーンカッターを使った後と今回のこのタイラント。いやー、ほんま緊張してますよ。普段の放送とちゃいますもん。歯車忘れんように。
オッケー。で、上の階。まあでも RTA ってやっぱ生放送でやると、失敗ありきなんで、しゃあないですよね、どうしても。いや、毎回毎回ノーミスでできたらほんとね、世界記録取るのも苦労しませんよ。この失敗も一緒に楽しんでもらえるみたいな。それが生放送のいいところかな。手汗びっちゃびちゃです。よし。A パーツ。OK、2個。タイアントがどうや。大丈夫やと信じたい。来んなよ。よし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 。いじられてるけどヘッショめちゃ…ねえ、そうですよね。決めるとこ決めてましたもんね。多分熱じゃなかったら今日ワールドレコード更新されとったかもしれへん。スクワットしながら…ちょっとこいつ…スクワットしながらの RTA はね、もうしないです。正直する予定ないですよ。バーベル家に届いたら…そん時やるかな。さあ、帰り、ワンちゃん大丈夫か？ちょっと先のゾンビの配置があんまよろしくなかったですね。いざ。オッケー、この部屋は大丈夫。あとは外。まだノーダメっていうのがちょっと嬉しいぞ。普段こんなことないから。行かれた。ちょっとやめてよ、もうやめてよ、2回目やめてよ。うわー、くそ、これ長いやつやし、この野郎しつけがなってないな。ちくしょう、キスマークついてもたわ。ゾンビ犬のスタンプみたいなあるんですね。よしよしよし、2階髪。見事なフラグか。フラグ立てたらあかんわ。いらんこと言うのやめます。ちょっとミスった。一級フラグ建築士。すぐ回収しちゃうから。カード。ここまでノーダメ嬉しいですね。からのフラグ回収は笑う。オッケー。よし、じゃあエイダパートやな。いや、タイムどうやろこれ、遅いかな正直。ところどころ引っかかってるとことかありますもんね。マグロが死んだようなスタンプ、ほんまや。かわいらしい。それ公式なんですか、スタンプ。犬とか。かわいいな。YouTube よりなんか楽しそうでいいじゃないですか。すげえ、普通に使えるんや。エイダ乱数が入ります。このエイダ乱数ですけどね。エイダがこういうルートを歩くと走ってくれるっていうのを、YouTube 用アカウントさんの Twitter を見て学びましたんで、早速使わせてもらってます。マグロのスタンプでコメント欄溢れてるやないかい。もうこれ、女子犬の人見たらもはや嵐やぞ。すげえな、スタンプの量。タコみたいなおるし、合体するんや、それ。ケープ。タコ足になんか顔混じってる。誰の顔、それ。さあ、行くよ。弾幕がやばい。ファンの一致団結に感心です。いや、なんか申し訳ないです。コミの登録人数が増えたら、あ、なるほど。そこは YouTube でいうスポンサーみたいな感じなんですね。
よかったら皆さん、その僕の Twitch のアカウントじゃなくて、この RTA in Japan さんのチャンネルもフォローしてくださいね。またいつか第3回開かれるかもとのことなので、その時、まあ、もしかしたらですよ、呼んでいただけるかなとか思っちゃったりもするんで。よいしょ。誰もエイダの話聞いてない。もうエイダ遠すぎて何言っとるかわからんわ。はい、早く来てよエイダ。あ、それサバなんや、マグロじゃないんや。なんかサバが魔法使っとるし。よし、タワニさん、まあ、ここはミスらんわ。フラグ立てとくけど、これは大丈夫。はい。Holy shit!ラスト左によって終わり。エースオブシーフード懐かしいな。よいしょ。こっからどうやったかな。ヘイダ変化。ワニネ事故はやめて大丈夫です。さすがにワニに食われた RTA 奏者がいるらしい。あれはもうね、本当に。まあ、ワニ舐めてるとミスるかもしれないからな。どうも。行くよ、エイダ。Can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. ワニに食われたの誰やったっけ。いやでもほんま盛り上げ上手ですよね、イルマさんは。何は梅田さん。あ、早く行くよ。夢だよ夢。いや、悪い夢を見てたんや。いやほんま熱大丈夫かな、それが心配やわ。よし、スキップ。 You can run, Annette, but you can't hide. It's secret weapon time. 8割スキャン頑張れ。 OK。よし。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、操作が。落ち着いて。RTA 奏者でゲッティングオーバーイットの TA 対決をしてほしい。あんなクソゲーの、あのゲーム僕何時間もやりましたけどクリアできんかったんですよね。もう一生やらんって誓いましたもん。ほんまにストレスしかたまらんかった。あのゲームはやってるとどんどん口悪なっていくんですよね。はい、そうし、さあここのゾンビどう来るか。ミスった。マジか。お尻のスタンプまであるんや。すごいな、ツイッチ。何でもありますね。Always been good at running, Annette. Give you that.
で、最後のスキャンやな。よかったよかった。まあ大きなミスはせんかったけど。お尻とかはオリジナルで作ってるんや。すごい。お尻描くうますぎやし。腕は。Bravo. Gonna burn me alive now. You'll never get your filthy hands on the G. で、ここがちょっと遅いんですよ。頑張ります。I'm not going after it. You realize that. 早く、早くして。まず一つ。二つ目。OK。よし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 。あ、これどんなタイムになるやろ。はい、来られた方、こんばんは。いい感じや。ディープ。はい、で、レオンパート、プラグ集めですね。Ada, where are you? Let's go. 表記欄があれば安心や。ほい。That's a pleasant smell. で、ここは右折。工具、OK、ありがとうございます。工具や工具。まずは左に行って工具を取るっていうのを忘れるようにしよう。ありがとうございます。完全に忘れとった。工具取って、プラグ1本目取りに行ってやな。よし。で、まずここのゾンビ。邪魔だ。コミュをお金払ってサブスクしたら、そのコミュのオリジナルスタンプが使えるようになる。あ、そういうシステムなんですね。ただやっぱ YouTube とは全然ちゃいますね。ほんと、わざわざアカウント作って応援しに来てくれた方々ありがとうございます。女子率上がってますね。よし。はい、で、ここ降りた後工具を取りに行くね。Where'd she go? サバ率が上がってますね。 I'm coming, Ada. よし、つかの間の吸力。あー、緊張してきた。ツナマグロツイッチ探した気はないのはなぜ？ローマ字で一応ツナマグロアンダーバーで作ってます。YouTube と同じアイコンですよ。主催の獅子島が看病してくれる女子を募集しています。だそうです。女性リツナーの皆さん、どなたか、看病してあげてください。募集中だそうですよ。今ならこんな素敵なイベントを主催してくれた千島さんの看病できると。工具取りましたよね俺。よし、
僕が看病しましょう。男性やった。チェバでも送っとけ。チェバとかもアホすぎて看病に何使うかわからんで、逆に風邪悪化しちゃうんちゃうか。 AI アホすぎて。で、まずは1本目。なんで？くそー、ロス。こいつやれてなかったんか。ちょいあかんゾンビがおるな。ほい。オペせん、よけれよ。ナースさんが何かおんぞ。男やて四つなさんなら看護しに行く。いや、俺よく扁桃腺腫れて熱出すんで、プロテインを運んできてもらえると助かりますね。あ、手外れとったんか。くそ。ちょっと位置ずれちゃってたか。さっき起き上がってましたよ。いつもやったら一発目の爆風で一緒に倒れてくれとんですけどね。外しちゃってたな。僕のシェリーがいい。獅子島さんお疲れ様です、本当に。風大丈夫ですか？無理せんとってくださいよ。一緒なんかはね。いや、マジで死んでまうで。ゲーム何盗むかと思い出してた。いや、でもほんまおかげさまでマジで緊張ほぐれましたね。マジでお疲れ様です。ほんま熱上がってません？絶対上がっちゃってますよね。ゲームすると意外と熱上がりますし。一発目の爆風で目が、マジか。よしよし。いや、今回は優しいコメントが溢れててよかった。さっきみんなめっちゃ厳しかったからな。よし。危ない薬を20キロ近く持って、誰がや。危なないわ。アンチドーピングやし。やれてない？あ、倒れてるか。びっくりした。生きてるかと思った。動いてたし。バイオの世界って匂い。ねえ、なんか、嗅覚バグりそうですよね。どこもかしこも臭そうやし。やめて。危ない危ない危ない。サーバーの嵐また来た。皆さんまだ変、いや、それはね、人様のチャンネルでそんな変なこと言われへんわ。プラグなんですけど、どうやったかな。プラグいつも忘れちゃうよな。十字架のやつが左に来るように置かなあかんかったっけ。いけるね。こうやな、多分。よし。序軍が来た。オッケー。よし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 、合ってた。オッケー。Almost there, Ada. あともう少し。
124ね。この直角ターンが成功するかどうか。OK。早く、じいちゃん早く。抜いてもナイフにならないから大丈夫。ランダマイザーのことかな。スイッチの皆さんもフォローしました。ありがとうございます。コンテナタイム。いや、追いつくなよ。絶対来んなよ。よし、オッケー。ナイス。はい。間に合うかな。闇が深い事実。いや、もうここほんまにボコボコでしたもんね。気持ちわかりますよ。僕も無限武器なしの RTA 挑戦した時、ここでめっちゃぐだりましたからね。 OK、 バッチリ。スキップ。Let's hope that's the last of them. トラウマのコンテナ。よっしゃ、なんとか抜けた。あとは研究所パート。終わりが見えてきましたね。ちょっと内側失礼。The cable car will take us down to Nest. My wristband's our ticket to ride. Nice. Where'd you get that? Borrowed it. いや、いい感じですね、本当に。これが RTA か。いやいや、でも有限武器はもう有限武器で RTA すること自体が難しいですからね。もう本当にやっぱ無限武器での RTA とは敷居が違いますから、本当にすごいと思います。あ、くそ、先に入れんかった。うわ、めっちゃガードしてくるやん。はい、スキップ。マルシエさん、ありがとうございます。ナイスビッツで、ナッツやな、ナッツ、ありがとうございます。 This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. なんかいろいろおかしかった。ちょっと待って、クランクが邪魔やな。クランクの手とか、なんかもう一周やりましょう。いやいや、なんでやねん。で、まあ僕の後に、バイオ7の RTA があるみたいなんで、皆さんそれも楽しみましょう。僕、7は昔、PS4 で RTA 挑戦したことがありまして、まあその時もニューゲームプラスで一応 PS4 の世界記録出したんですよ。その当時のですよ。もう今はもう遅すぎてね、話にならないぐらいのタイムですけど、まあそういう思い出深い作品なんで、セブンの TA もちょっと楽しませていただこうと思います。あぶね、さっきのとこのゾンビちょっと忘れとったな。冷却はせずに、了解。あ、そうや、研究所で取り忘れありましたね。あの事故はもう起こさないように頑張ります。あっつ、ありがとうございます。ドクター・リー、your presence is urgently requested by Chief Cartwright in the east area. セブンって AA さんって方が、あ、そうそうそう、うまかったですよね、あの方。あの方僕のリスナーさんでして、あ、やっ、真似してみますとか言って真似された途端にタイム更新されちゃって、で、その方とずっとお互いにタイムの更新の試合みたいなして、最終的に負けちゃったんですけどね。あの方うまかったわ。懐かしい。冷却忘れんようになる。ピンも忘れずに、了解。こっからはまず、
パスワードやな。トラウマのイビーがもうすぐ。イビーにはやられんで。3123の26だね。なんだわ。26だな。OK。で、薬液散布。滑舌いい言われたら噛んだわ。あの人世界一、そうそうなってましたもんね。あ、もうやってはりませんね、今は。見た感じ。外したー。あー、やらかした。さあこの野郎。オッケー。あともうちょい。あと冷却冷却。ここまで来ると集中力が切れてくるから頑張りたいところ。山で滑舌の練習、どういう修行、お経を読んどったんかいな。あー、この死体後で響きそうやな。落ち着いて落ち着いて。リッカーちゃん、舐めないでよ。お願いやから。よし。行こう行こう。あ、これミスったかも。下のやつやれてないんちゃうかな。変調器ゲット。バリかー。よしよしよし。で、リッカー倒すね。落ち着いて。うっ。あ、いや、ちょっと待って。まさかのミス。やばいやばいやばい。焦ってる焦ってる。落ち着こう。ついていこう。冷却ね。Welcome back, Dr. Lee. 爆風で倒せるか倒せないかの判断。そう、なかなか判定シビアなんですよね。Who left the freezer open?スキップ。冷却完了。あとは散布してカードキーをちゃんと入手すると。ユニークのことを考えて、そう、落ち着こう。 OSS が待ってるから。 OSS は1秒もかけずに揃えてみせる。ついて。ここの倒れてないリッターがどう来るかやな。立つなよお前。そう、サチのイギータンがね怖いんですよね。はい、散布。That did the trick.どうやろうなこれ。あのイビー来るかな。大丈夫大丈夫大丈夫。オッケー。よし、ここまで来たらもう安心や。あとは OSS だけ。
OSS 見せたんで、2万命。コーナーで差をつけろ、俊足や。いいよ。いやもうちょっと、この表示されてるタイマーで56分以内ぐらいにクリアしたいな。ポチッと。でこれ PS4 版なんでムービーに入ったりしてもタイマー止まらないんですよ。なので実際のタイマーと実際のタイムと結構ズレがあると思います。3分ぐらいは変わるんじゃないかなって思うんで。 OSS のプレッシャー半端ない。OK、 よし、オッケー、あとはボス倒すだけや。いいよ。OSS、今の96点かな。ナイス OSS、ありがとうございます。一風。声出して笑ったくらいに早い、どうも。ドヤ顔してるな、バレました？さあ、ここの G 戦、まずは爆風でひるまんように。リップ。OK、いいね。皆さん、OSS やりました？お、まばたきしちゃいました？リップ。はい、あとここで、ここから先で。難しいポイントとしたら、エレベーターを降りながらイビーを2匹打ち抜くところですね。頑張ります。リップ。やり方、あ、そうですね。OSS のやり方は YouTube で解説しましたね。何今の OSS。どうもありがとうございます。いやいい感じですね。よかったよかった。これ何分ぐらいかな。53分40秒とかその辺かな。53分切れたらマジ奇跡。こっちか。さあラストラン頑張りましょう。いや53分行きたいですね。ちょっと無理っぽいな。リップ俺直した、どうもありがとうございます。ここね、あ、ミスったわ今の。ミスったわ。あ、やれてるやれてる、よかった、助かった。誰がいつも下ネタしか言わんやん。それはないやろ。よし、いや、このイベントのために練習しとってよかった。はい、ラスト。オッケー、ラストラスト。はい、ラストタイラントです。 RTA メドレーもそうですね、クライマックスですね。次のセブンで終わりですもんね。無料。いや、ほんと獅子島さんのおかげで助かりました。はい、よっしゃクリアや。タイムどうかな。
54分09でクリア。さあインゲームタイムはいかに。リップします。52分43秒。まあ、53分切れましたけど、自己ベストには及ばずか。結構ミスっちゃいましたしね。まあ、でも、一応目標タイムは大幅に上回りましたので、よしとしましょう。皆さん、ご視聴ありがとうございました。本当に。いや、楽しかったです。ありがとうございました。なんとかやり遂げましたね。はい、では、私の放送はこれで終了します。次のバイオ7の方、頑張ってください。では、お疲れ様です。一緒に応援しましょう。さようなら。